まみうめもさやかです。ドラクエ3のクリア後パート2です。セイコバーグにセイコちゃんを連れてきたらどうなるのかなと思ってやってきました。変わるかな、何か。ここなんかちょっと変わりそうじゃない。キョコス、え、なんか変わってる。ていうか、なんか連れてきたら変わってるっていうよりもそもそも変わってる。私の素敵なおじさま。あ、ちょっと待って、ここ、そしたらお金取られないじゃん。なんだなんだとはなんだだけど。おお、わかった。じゃあ夜も来るよ。60ゴールドか。変わんないか、やっぱり。聖子ちゃんの顔みんな忘れちゃった。ま、暇なんだけどね。おいおいおい。だからってさ、だからって宿屋って、宿屋にいなくたっていいじゃんね。ここ強かったっけ。天使のローブ、あ、ドラゴンシールドってここに売ってるじゃん。まあ聖子しか魔法の前掛け、あ、強いね、聖子ちゃん。まあ使わないけど。また来てくれよな。元気だよね。あ、聖子さん、僕聞いたんだけどさ、聖子さんって頭脳明晰なんだってね。やっぱりそうでなくっちゃ、マレをここまで大きくするってできないよね。すごいや。そうだよね。あ、今セクシーギャルになってるけど、ガーターベルトつけてるから。おう、聖子ではないですか。お久しぶりです。この町のことは我々に任せて、冒険の旅の方頑張ってください。てててーん、てれれーん、てれれーん。消え去りそう。あ、約束補充しとかなきゃいけないね。むしろ、じゃあ聖子が先頭だった時にどう変わるかをまた見たいですね。ここはさ、数族のおじいさんと一緒に暮らしてるのかな。聖子さん、あなたが町をここまで大きくしてくれたんですって。私、ここでの生きがいを見つけたの。そう、夫と息子、あなたのおかげよ、聖子さん。やっぱさ、子供がいるってさ、いいよね。なんか、なんやろ、自分のためだけに生きるじゃなくて、子供のために生きれるもんね。と、子供のいない私が言ってみる。あ、おう、聖子、久しぶり。ここはただ野原だった。しかしこんなに立派になって、ほんとね、何にもなかったもんね。わしにとってこの町、息子のようなもの。それがこんなに大きく、こんな嬉しいことない。よかったね。聖子さん、よくいらっしゃいました。あなたの作り上げたこの町、私がしっかり守っていきますよ。頑張って。じゃあ並び替えで、ここ変わるかな。あ、一緒か。だよね、そりゃね。聖子ちゃんが夜じゃない、いることで変わるんだよね。ちょっとさっきからインコ飼ってるんですけど、大花インコを飼ってるんですけど、なんか荒ぶってる。すっごいうるさい。聞こえますかね。マイクに入ってないといいんだけど。あれ、いつも闇色ランプがどこに行ったか忘れちゃう。ちょっとカルコがいないので、ラナルータができないんですよね。おにょ、ここなんでずれるの。ここ、あ、いない。どっかで警備してるのかな。てか、ここの人話しかけられないの。無理か、ないもんね、扉。夜のリサイタルを見に行こうか。じゃあ、吟遊詩人がリサイタルを開いております。心にしみるいい歌、うっとり。勇者が魔を打ち取ったとかね。なるほど。夜はお酒がいい、どうがいいかな。愛しのあなた、今はもういないけれど、私の子。切ねえ。うっとりっていうか、切ないよ。にゅ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 。あと、何が変わってるかな。あ、
じいさん固まってるけど、ベッドで寝ないの？え、一緒に寝るのが嫌なの？どういう堀井さん、堀井さん、これどういうこと？一緒に寝るのが嫌っていうことなのかな？そしてここは、あれ？夫は？すやすや、むにゃむにゃ。あ、異常な足。お、ちゃんと働いてるではございませんか。あれ？夫はどこで寝てるの？夫ってこの人かな？でも、この辺にさっき歩いてる人いたよね。はっ裏ダンジョンやるって言ったのにもう5分過ぎてしまった。よし、次こそ探そうかな。なんか他に言うことあったっけ？こんなもんかな？聖子ちゃんを預ける前に、見せるリサイタルをしたいんですけど、何を見せようと思ったんですっけ。とりあえずじゃあ、魔法のビキニを見せてみる？でもこんなの着て戦えなんて言わないわよね。すいません、これは？うん、特別な効果。へえ、売れるんだ。特別な効果あるんだ。光の鎧ってあれあるんかな。お、軽減あるんや。そうなんだ。初めて知った。あ、でもそうだよね。だってロトの鎧ってさ、回復してたもんね。あ、そうなんだ。そっかそっか。売れるんかい。怖いわ。他には、ね、ガーターベルトは？見る？あ、そっか。聖子ちゃん自分のだからか。これを身につけていると自分のセクシーさをアピールしたくなるよね。そっかそっか。他には、あ、そうそうそう、賢者の杖を買いました。これね、絶対ね、なんかあると思って。ベホマラーじゃないにしろ、なんか、なんだっけ、何かしらあるかなと思って。あと、アサシンダガーが、コメントを拝見する限り、毒針と同じ効果みたいなので、毒針を持つぐらいなら、アサシンダガーを持とうかなと思って持ってます。あと、とあるドラクエ3の生放送見てたんですけど、草薙の剣が、ルカなんかの特殊効果があるみたいなので、持ってますね。他に何か見せ、あ、黒胡椒は見せる。かなり珍しい。そっか。これを料理に使うととってもいい味が出るのよね。そっかそっか。呪いかかってたらびっくりだって。あとは、これとかはまあ珍しいっちゃ珍しいだろうね。試しに使ってみたらどう？なるほどね。ここでちょっと、何？あ！妖精の地図。私たちが今までに行ったアレフガルドの様子が書かれている。地図誰が書いてんだろうね。すごいよね。他には、そうね、特にない。聞こえますか？さっきなんか動画見返したら結構、何、インコの声が入ってた。黄金のティアラ、お嬢様気分。そうだね、こんなもんかな。
かな。また何かあったら見るかもしれない。あ、そうだ、思い出した。あと、あの小さなメダルは今10個持ってたよね。だからちょっと見せに行こうかな、じゃあ預けに行こうかな。っていうか女の子パーティーいいな。まあ一番後ろに男性いらっしゃるんですけど、女の子パーティーいいね。すっごい花があるね。うわーいいな女の子。はい、82枚、ドラゴンクロー。でもこれさ、復活の杖、これザオリクかザオラルじゃない？あと8枚か。でもこれすでにさ100枚もういくよね。クリアしてるんだし、神秘のビキニ欲しい。あーちょっと待って、でもさ小さなメダルってさ、もう結構私街とかさ回ったしさ、ちょっと盗賊の花でさ結構私見つけたと思うんだけど、だってダンジョンとかだよね。そしたら100枚かー、神秘のビキニ欲しいなー。ね、よし、じゃあドラゴンクローはあれだよね。あれ誰持ってんの？あ、聖子ちゃんか。これ多分盗賊じゃない、なんだっけ、あのカンダダじゃなくて、あ、え、進行いけるの？マジで？やるじゃん。あー言うてそんなに強くない。まあでも単体だから怪人の一撃が出るっちゃ出るね。グリーンガムの持つ、どうしようかな。なんかさ、しんちゃん持ちすぎって持ちすぎてやばいね。待って、でもさ賢者の杖ってまベホマじゃないかな。ベホエミとしても賢者の石があるから、賢者の石を誰かに持たせればいいんだよね。あ、あと安子ちゃんが不思議な帽子をかぶってます。なんか不思議な帽子、そう私も思い出したんですけど、ドラクエ2で私はまあファミコン版やってたから宝箱に入ってるわけでもなく、なんかと一時期なんか敵から落ちないかなと思って戦ってたこともあったけど、思い出しましたよ。これは MP 消費を、MP 消費が何分の何人かになるんですよね。何分の何だっけ、14だから半分になるんだ。半分になるんですね。なのでつけてみました、やすこちゃんに。そんなもんかな。ドラゴンクエスト25周年アニバーサリー冒険の歴史書を見ましたところ、ここに謎の洞窟という不思議な文字があったので、あ、ここか、私はここではなかろうかと思いやってきました。ここはあれですね、竜王さんがいた、竜の女王さんがいたところですね。竜王の女王さんに光の玉をもらったところですね。で、このヨッシーの卵じゃない、この卵さんが竜王、ドラクエ1の竜王が、いらっしゃるということなのでしょうかというか、私も若干そんなことを言ったような気がしますが、竜王さんが入ってるみたいです。で、まあ竜王さんもさ、なんかドラクエ1ではさ倒されてしまいましたが、あの竜王さんもなんか不憫っていうか悲しい感じですよね。だってあの光の玉はお母さんが持ってたものだから、それを取り戻したのにもかかわらず、それによって魔物が出てしまったから、ドラクエ1の勇者は竜王、光の玉を取り戻すべく竜王を倒すじゃないですか。でももともと竜の女王さんの持ち物なんですもんね。なんか悲しいですね。というのをちょっと思いま
ましたね。でこうなんで謎。この光さしてたっけここ。あ、なるほど。こんなこと言ってたね。なるほど。じゃあここで来た謎の洞窟行けますか。なんかこの音楽デジャブだから。え、な、すごい。空に来たよ。え、ここ？もしかして、フローミー。え？あ、この呪文は意味がないんだよね。別に呪文が使えないこともないんだよね。盗賊の花をしましょう。3つ。大丈夫かな？今魔法のビキニなんだけど。きつかったら脱ごう。キラークラブ。おー。あ、強いね。あ、でもキラークラブはもともと防御力が、うわ、待って、強くない？え、てかなんかヨシコちゃん寝てるんだけど。なんかそんな攻撃された。ちょ待って、強くない？やばい、強いかもしれない大丈夫かな。ナメプしてたらダメかな。ちょっと待って。あ、いや、もうちょっと粘ろう。で、あそこちゃん、ベホイミが読んで使えるってすごいね。ちょっとしばらくは、なん？楽勝すぎ、バロタ。ちょっと、隠しダンジョンはあまりカットしない方向でやろうかなと思っておるので、お付き合いのほどよろしくお願いします。ドラゴンゾンビって前いたっけ？ちょっと待って、先にサラマンダーをやろう。これかな？いいよ。二人で倒せるよね。ゾンビはゾンビキラーが効くと思うので、二人はこっちを。凍りつく。こう、痛い。あ、待って、まだビキニだっけ。まだビキニだよね。どうしようかな。賢者の石。きついな、ちょっと待って。いや、ダメだよ、ダメだよ、なんか、横島な思いを抱いたらダメだよ。ちょっと、転職して、ちょっと、やっちゃおうかな、なんて、こと考えたらダメだよ。レベル上げ、もうちょっとさ、もうちょっと苦戦してからにしよう、レベル上げはね、さやかさん。力の種。ちょっと待って、せめて、やっぱり、着よう。どこに行った？あれ？持ってる？あ、持ってた。装備。と、光の鎧を装備。普段に戻ってしまった。これ、進むかな？何が出るかな？ダークトロール。なかなか色が悪いね。そういえばなんか、ドラクエ6のプレイ動画を見てたんですけど、あれですね、やっぱり、3の方が6より後に出てる分、やっぱモンスターがすごいこっちの方がヌルヌル動くなって思いました。あと、なんだろう、ゴッド絵に深みがあるっていうか、なんかやっぱりすごい綺麗。えっ、なんでよ、なんでしんちゃん殺したの。えっ、強すぎる。ワロタ、笑えない。オッケー、はあ、
やすこちゃんのこれいいな。あれ？ちょっと待って。半分？半分じゃない？ 4 分の 1？ M、あの不思議な帽子って。あれ？どっだろう？うわ、なんか変。もうデビルウィザードこれ嫌だ。これも嫌だけど、キラークラブも嫌だ。あ、違う。稲妻の剣がイオラ、これとかやりたいな。ベギラゴン、ちょ、呪文使おう。ほんとさ、私さ、全然呪文というものを全然使ってない。しかしやすこちゃんはどっちかっつうと、どっちかっつうとか何か僧侶なのでバギ系しか覚えてない。弱い。バギでもいいからやった。あう、いや、それは上がりすぎでしょう。もうダメだ。ボンボン、おお、すごい、いいね、いいね。で、倒せなかったと。稲妻の剣、カルコがベギラゴン、結構あれだね。あ、待って、どうしよう。キャダルコ、キャダルコ。ヤスコちゃんが、ベホイミ、ベホイミをカルコ。稲妻の剣ってなんか強いんだか弱いんだかよくわかんないね、これ。そして、一番最後にこいつが残ってしまった。よし。あ、違う、上に行ってた。あと何個だっけ？あと1個。ん？これ左は、お、ゴールドマンってさ、こいつお金がすごい持ってる。ゴールドゴーレンだってがと一緒。お金をたくさん持ってる。1076。これ左ってさ、あれだよね、さっき行ったところ。ティーティーリー、あ、階段発見したけどさ、宝箱まだもう一個取ってない。カルコ、ヒャダルコやってみよう。カルコ、ヒャダルコカルコ、ヒャダルコやってみよう。いや、なんでもない、何もない、何もないし、何でもないし、どうでもよかったわ。心底どうでもよかった。おお、やったな、やったな。ヒャダルコ、ヤスコちゃん、バシルーラ、6万すんの。バギ、22か。眠ってしまった。まあ一人だし、いっか。ちょっと、あれ、ここん、あれ、あ、下じゃあこれ。キラークラブ、稲妻の剣使って、ヒャダインと、バギマ、祈りの指はあるし。おお、すごいすごいね、魔法楽しいね。力って自分だけあげたよ。いいね、いいね。なかなか良いよ。よいしょ。宝箱を探すのだ。ないね。うわー、ドラゴンだ。ドラゴンも出るの。ヒャダイン、ベギ、よ
ループだからな。ペギ、あ、でも待って、ヒャダインの方が良くない？いや、待って、そんなに強くないからちょっと MP 温存しよう。うん、いいですね。そんなに痛くないのは装備のおかげ？水の羽衣って炎軽減とかあったっけ？なんか多分あるような気がする。あれ？もう早速なんかもカットしたい衝動に駆られとるよ。ここで負けたらノーカット実況者なんてできないぞ。ノーカットの人ってほんとすごいよね。こう場をつなぐ感じ。あ、すごい、なんか硬い。やばい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 、そんな気がした。ここはザオリクをおとなしくする。やばいね。ベホマの方がいいかな。ベホマがいいよね。宝箱どこだろう。上下左。あ、レベル上がった。あ、そっか、そろそろレベル上がるよね。体力9も上がった。そうだ、そろそろ上がるわ。ちょっと待って、そろそろ変えとく。あ、そうだ、あのね、私これカルコに頭が冴える本を読ませたって言ったじゃないですか。装飾品はつけてる間だけ性格が変わるんですけど、本は元の性格をもう変えてしまうので、最初カルコはイノシ知らずだったと思うんですけど、本を読ませたのでもうイノシ知らずではない切れ者カルコになってます。わあ、ちょっと待ってよー、やばいよー、もう、なんでマンマンいるの？どうしたの？何しに来たの？迷子さん。ここで稲妻の剣。そしてここで、イオナズマをやろう。ゾンビかな？あ、まあ、いっか。ゴールドマン行けばよかったかな。おなじみすぎる音がいいね。イオナズンやっぱ強いな。イオナズンって最強魔法なんだっけ？どうなんだっけ？強い。そしてお金ガッポガッポ。ちょっと待って、すごく、やばい、これゾツムにハマってる。同じとこしか回ってない、もしかして。もういいや、裏で取っときます。はい、んー、どうしようかな。みんなとりあえずキラークラブをやっちまおう。なんか MP がもうすごい少なくなってる。あ、そっち行く。そっち行っちゃう。あ、でも確かにそっちの方がいいかもしれないね。あ、お腹空いてきた。っていうかそろそろあれですね、終わりですね。いやー、キャダルコ使ってくるの。じゃあこのパートはここまでにしようかな。はい、じゃあ次のパートからは地下に行きます。こんな感じでちょっとノーカットで行くかもしれません。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。